はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。アングライズライフ、アングラーズライフをやっていきたいと思います。続きを、プレイしたいと思います。まだアーリーアクセスなんですが、まあね、最近アップデートが来てねっていうので、まあ、それで買ったわけではないんですが、まあ、釣りっていう項目でね、スチームで検索して見つけて買ったんです。おっと。で、ちなみに、前回のデータは消えてます。はい、消えました。前回のデータは消えてますね。なぜかというと、ですね。まあ、買い出しに行って、自転車こいでたら、まあ、次元の彼方に飛ばされてしまいましてね。地面の下に行っちゃったんですね。ゲームの壁の向こう側に行ってしまって、まあ、しょうがなくね、リスタートして、で、一晩かかって釣って、で、今、75ドルまで戻ってきましたね。まあ、ちなみに、ラインとフックは、前回と同じものを使用しております。で、だいぶ、投げるのも上手くなりました。ほい。引っかかったね。上手くなってないね。こっちがかな。ちょっともうちょいこっちかな。このあたりから。いいよ。ほ。そうすると、ああ、いいね。綺麗に飛んだね。なんか実際の、釣りもね、こういう風に斜めの方に振って、おお、早い早い来るの早い早い。よし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 。よしよし、釣れた釣れた。割とね、ビヨンってくるんですけど、まあ、実際の釣りでもね、割とビヨンってきますね。やり始めた頃とかね。のは、割と、小さいね、魚とかで、ね、釣ったりとかするとね。ちょうどよくだね。どこ行っちゃった？これかな、この辺かな。ほい。カモン。ルッタ。わからん。そういう魚らしい。あ、で、ちょっとね、曲増やしてます。Steam の、Steam じゃない、YouTube の、サウンドの方のね、YouTube サウンドの方から持ってきたやつ、フリーの BGM を少しやってますね。いいですね。綺麗に飛びましたね、今も。さあ、あとは待つだけ。ちょっとね、オプションで設定とかもね、この辺とか入れると結構、ズームはいいとして、まあ、この辺かな？この辺とこの辺あたり入れとくと結構綺麗になりますね。ちょっと水面が黒くなっちゃうんですが、まあこんなもんでしょう。どうだったかな？ブルームを入れたかな。ブルームは光、こっちを消すとでも、あんま光りすぎちゃうんだな。まあでも、これぐらいでもまあ別にいっちゃいいかな。おい、ドボ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 。釣れてないね、これはね。あ、バレちゃいましたね。おそらくあれですね。よっ。針が合ってないんでしょうね。いやー、お腹は減ってますね、だいぶね。飯を買いに行ってもいいんだけど、もうちょっとお金を貯めたいですね。いやー、でもまあまあ、うまく釣れるようになってきましたね、だいぶ。うまく釣れる？いや、かっこよく投げられると言った方がいいかな。ああ、ちょっと早かったか、合わせるのが。ちょっと難しいな。お、よっ。よいしょ。ちょっと合わせるのが下手くそなんですね。
もうちょい日が沈んでからの方がいいかな。もうちょい待った方が良かったかな。時計とかも欲しいな。時間がわからないからね。What time is it now? ですね。時計が欲しい。クロックが欲しい。あとコンパスかな。方位がわからない。まあ、このゲーム風とかの流れとかはないから、まあ、風速計とかは必要ないし。あと、今のところ天候の変更もないから、ずっと晴れの状態で釣れるのはいいですけど。夜のね、釣りがね、なかなか難しいので、フロートが光るフロートが欲しいですね。蛍光フロート？フラッシュライト買えばいいんだけど、夜釣りはね、結構難しいですね。真っ暗になっちゃいますから。反応ないね。そろそろ次の餌のグレードも上げた方がいいかな。お、なんか動いてる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 。ほっ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 、来た来た来た。よし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 グンって自分のとこに飛んでくるからな。もうちょっとこう、なんだろう、水の抵抗というか、こう、魚がこう、ね、なんて言ったらいいんだろう。水から離れないように、こっちに来るようになってくれれば、もうちょっといいかな。でもね、結構、力目いっぱいやると魚釣るときって飛ぶんだよね、やっぱり。私も吹っ飛ばしたことあります、実際の釣りで、子供の頃。ひゅっ、今のあんまり良くないな。もうちょい前行って、よいしょ。お、あ、上手上手。かなり目いっぱいね、またね、こう、ロッドを上げちゃうから、やっぱこう、魚との攻防がうまくいかずにすぐ糸が切れちゃうんじゃないかなと、思いますね、その辺は。魚に対して受け流すっていうのがなかなか、この、ロッドのね、コントロールの、やり方だと難しくて、同じ普通の釣りゲーより大きめのやつを釣るのは難しいかもしれない。小物はね、ただ上げればヒュッて自分のとこまで来るんだけど、あとあれかな、魚に重さの判定が少なすぎるのかな。おお、いくねいくねいくね。お、止まったぞ。今のはね、言っても多分釣れないんじゃないかな。釣るかな。基本、釣り絵って、この、お、来た来た来た、よしよしよし、お、お、お、よしよしよし、よしよし、やっぱちょっとね、物理演算処理が、もうちょっと頑張ってほしいところだけど、まあ、これはこれで、このゲームの味として、私はこれでも全然いいですね。これもまた、こういうゲームなんだと思えば、
なんか自分でこうやっぱ餌を手に持って針にくっつけるって作業があるのは、実にシミュレーター感があって、作業感があっていいですね。他のね、釣りゲームはこういうの省いちゃいましたけどね。お、綺麗に飛びましたね。いや、もう15時間ぐらいこのゲームやってればね、全然、この竿の投げ方慣れてきたんでね。リールのついた竿はどういう風になってるのかちょっとまだわからないので、リールがどれぐらいの値段だったかな ?80 ドルあればセットで買えるかな。ラインがちょっと少ないかもしれない。この辺がどうなってるかちょっとね、購入してみないことには。ここまで行くつきつく間にね、バグに遭遇してね、まだそこまでグレードはアップしてないから、自分の中で。まだこの、ね、ウッドロッド、木のロッドしか使ったことないから、リールロッドまでね、たどり着いてないですからね。なんせ、糸は切れるわ、浮きはなくなるわ、針もなくなっちゃうわでね。そうすると、最初に持ってた50ドルのお金がどん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 なくなっていっちゃったりとかしてるし、浮きは浮きで吹っ飛んでいっちゃうし、浮きの予備は買っといた方がいいかな。針とね、ラインの予備は買ってあるから、竿はね、そうそうなくなることないんですけど、折れたりとかってことないんだけど、浮きはね、コロ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 転がっていっちゃってね、どこかわかんないとこ行っちゃうんですよ。まあ、その、おっ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 、あれ、なんか、自分から陸に上がってきたぞ、この魚。なんだろうな。これは、ブルーギルかな。自分から陸に上がってきた魚がいたぞ。もうちょっと合わせるのが早かったら、コーンは取られずに済んでたのかな。しゃがんだ時とかに、その持ってるオブジェクトがゲームの壁の向こう側に行ってしまうのをなんとか防いでほしいですね。でもこの2011になって19年の末に発売したこのゲームの開発者の方がアップデートで戻ってきたっていうのはすごいいいタイミングで購入したなと。これからどんどん良くなっていくんだったらすごい楽しみですからね。まだまだその調整段階、物理処理とかの調整段階だったりとか、まあ、まだテクスチャーを変えたりとかそういう風にやってるみたいなんですけど、やっぱ今後欲しいのはその、なんだ、釣り以外のバイトの手段、もう最初の竿のセットがなくなっちゃった時になんとかね、また釣りに復帰できるようになれるっていうような手段が必要。そうしないとゲーム1からねやり直さなきゃいけなくなっちゃうからね。このゲームの中でまた再起できるようなシステムを組み込んでほしいですね、早く。あと将来的にはなんかこう、おっか、おいったいったいった、将来的にはね、おお、なんだ、すごいなんか、地面の中を通ってたように見えるけど、気のせいかな。
将来的にはなんか、キャラクターみたいなのもね、街の方にいて、ちょっとした会話とか、なんか、釣ってきてほしいなとか、そういうのとか、ちょっとしたのがあるみたいですね。今のところ、プレイヤーだけで、家も街も全部、ただのハリボテですけど、まだまだこれからいいアップデートが来てくれることを願いますね。基本無料の釣りゲームとかもね、ロシアンフィッシング僕やってんだけど、そっちの方もね、なんだ、あれはあれでね、こう、グレードアップしていくのがすごい大変。基本無料だから、なんだ、なんつうんだっけ。基本無料で課金したりとかしてとかで、まあそんなに、重課金はするようなゲームじゃないんですけど、レベルアップしていくのにね、やっぱりプレミアムとかね、つけなきゃいけない。重視きたきたきた。あれ釣れてない。あー、バレたか。フックかなぁ、やっぱここら辺は。こういうね、なんだ、ライフシミュレーター系の中に、こう、フィッシングがあるっていうのがね、とてもいいですね。これがメインでやってるゲームってなかなか、なんか、ハンティングとかサバイバルとかのついでに魚釣りがあるっていうゲームいっぱいあるんですけど、もう釣り主体でやり始めたっていうゲームそうそう見ないので、すごいいい試みだと思いますね。ロシアンフィッシングとかもね、RPG 要素みたいな形でスキルとか上がっていくんですが、このゲームはスキルとかは多分ね、つけてほしくないですね。本当に自分の、なんかこう、手腕だけで釣りができればな。うん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 。来てるか来てるか来てるか。お、来た。よしよしよし。お、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 そんでか、これでかく見えるでしょ？でかく見えるけど、向こうに持っていくと小さかった、小さい、グラム数は小さい場合があるので、おかしいんですよ。体は大きいのに、小さい。で、体が小さいのに大きいみたいな。重いか。うん。重い軽いがあって。そうそう、釣りのね、大会とかはね、まあ、大きさのやつもあるんですが、重さでやってるところがほとんどなんですよね、海外の方ってね。長さじゃなくて重さ、グラムでの大会多さ。まあ、それなぜかっていうと、釣りの期間が長くて、そう、なんだ、3日とか1週間とかあったりとかする場合もあるのかな？長い最長のやつだと。まあ、2日3日やってる中で、合計の、その、釣った、よいしょよいしょ、来た来た来た。あ、あれ？あー、外れた。合計のグラム数なんですよね。要は、釣った量。まあ、大きいのは大きいのも、でもまた、確か良かったのかな？大きさでこう勝負にかけるっていうのと、プラスして、何匹釣ったかもあるし、で、合計のグラム数も、競われるし、みたいな。いろいろやり方あるんだけど。まあ、なんだろうね。質量で計算するって言ったらいいのかな。最終的な。合計した
で、その一番大きい人が勝つというね。スケールがでかいんでね、こう、またね、あの、釣った魚、確かに大きい魚あるんだけど、なんだ、まあ、難しいな、なんて説明したらいいんだろうな、これは。魚にもよるんですよ。あの、大きさ、体の大きさが、その、途中で止まるというか、こう、平均的な大きさになるけれど、そこからさらに、大きくなるには、要は太っていく。人間もそうだよね。身長はこう、限界まで、限界というか、こう、ある程度こう、ね、180センチぐらいの人とか、大きいなって人たちがいるけど、さらにそこからウェイトが増えていくっていうと、そのウェイトが増えていった方が、やっぱり、大きさの部分の、一つ、面積、体積比といったらいいのかな。どんどん増えていくわけなので、だから重さでこう計算するっていったものかな。これは言ってるんで、言っちゃうね。あれ嘘、釣れてない。嘘、マジで今の釣れてない。ほんまかいな。エセ関西弁出ちゃったよ。ほんまかいな。おお、来た来た来た。お、今度は釣れてないやんけ。ほんまかいな。マジかいな。すごい、なんかキャスティングの仕方が上手になった割に合わせが下手くそになっちゃったな。入れ食い状態で今、ね、入れて食いでしたよ。新しい浮きを買うっていうのもありかもしれないな、うん、この浮きじゃなくてもうちょっとストレートでね、細い浮きがあるんですけど、まあ、投げ用の浮きとこうやっぱね、この普通のリールなしでやってる、こうストレートでやってるタイプの浮きとでこう、それね。もう、綺麗。あー、ダメか。ダメか。なんだろうな。おかしいな。釣れなくなってきちゃったな。もうちょい前に出て。ほで、やっぱ欲を言えば、釣り竿を、もうちょい、お、来た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 。よしよしよし、来た来た来た。おい、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 よいしょ。はーい、ビチ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 、ビチ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 。よいしょ。これでどれぐらいの値段だったかな？あれ？そうやな、ここにいるやな。なんかめっちゃちっちゃいような気がする。あ、そうでもないな。わかんない。大きさがわからない。まだ。お、いいよ。ハリーは、やっぱ取られたったよね。さっきの合わせ方だと。コーンもそろそろ半分近く使ってきたっていうことなのかな。9回だ。そろそろ新しいコーンも買わなきゃな。腹減りの速度がね、めちゃくちゃ速いので、そこら辺も調整してほしいですね。こんなすぐに腹減るかな。まあ、お昼になったら腹減るけどさ、これ、このゲーム内の、8ドルするから、確か。800円か。まあまあ、普通か。ランチがな、ちょっとな、お高いんだよね。
まあ、朝食、ランチ、夕飯、ディナーか、うん、おやつも買わなきゃいけないし、そう考えるとやっぱ魚の一匹の単価がちょっと安すぎるのかな。まあ、でもそれぐらいだからな。新鮮な魚、まあ、今のところね、最高で8ドルぐらいの魚が売れたので、まあ、2ドルからスタートして、3、4、5、6、7、8ぐらいまでか。うん、お、来た。よいしょ、よいしょ。え？嘘？バレた？あー、バレたな。針のグレードを上げなきゃダメかな。よいしょ。今一番小さい針でやってんだね。で、それで合わせがうまくいかないってことは、もしかしたらこの針だと小さすぎるかもしれない。針はね、魚の口の大きさに合わせてやんなきゃいけないのでね。まあ、体が大きくても口が小さい魚はいるんですけど。まあ、大きなものついたかったら大きい針をね、必要としますし、強いラインも必要になってくるし。まあ、今現状ね、切れないラインでっていうことを考えてやってると、まあ、ラインよりグレード1個下げとかないと、いざ大物がかかったらラインが切れちゃうので、ハリスとかも欲しいよな。そう考えるとこのゲーム、もうちょっとね、なんだ、仕掛け、釣りの仕掛けの部分でもいろいろ工夫できるようなアップデートをしていってほしいですね。もうちょっとカスタマイズの幅が広くなればな。おお、行くか行くか行くか、止まるか、行くか、止まるな。うん、今ので合わせてもね、釣れる時もあれば釣れない時もあるので、しっかり沈むのはやっぱ待った方がいいのかなーっていう。まあ沈めても結局合わせても取れないときは釣れないんだけど、あ、ほいほいほい、お、来た、よし、釣れてる釣れてる、これは釣れてる釣れてる、おいしょー、一周釣れたー、よし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 、いや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 、実際の釣りのこう、なんだ、竿の投げ方でもこういうちょっと斜めというか横ばいになりながら投げる投げ方もあるよね。まあ人それぞれのやり方もあるとは思うし、こういう投げ方の方が遠くに飛ぶっていう確かあったと思う。
よくね、ゲームとかだとね、普通に垂直に投げてるけど。よし、行ってみようか。あー、ダメか。ただ垂直に投げればね、ま、遠くに飛ばせるっていうわけでもないですが、こういうしっかり物理演算が糸にね、ある場合はね、で、また投げ方である場合はね、ちょっと工夫しなきゃいけないの、本当によくできてますね。ちょっとね、癖があるんですけど、この癖になれば、まあ、あれこの癖になれればね、まあすごい、本当にリアルに釣りをしてるような感じになりますね。まあ、この作者さんはよくわかってますね、釣りを本当に。他のゲームはボタン長押しとかでね、こう、よくできた釣りゲームの、クリック長押しとかでね、ロットを投げるんだけど、ロットを投げる？なんか言い方が変だな。竿を振るだな。振るけど、最初はね、やってるときね、うわ、すごいなんか、癖のある、竿さばきのゲームだなっていう風に感じたんだけど、いざこう、長い時間やってると、実際の釣りによく似てるなっていう部分が出てきてね、よくできた釣りゲーですね、本当に。全然釣れないってわけじゃないのでね、必ず釣れてくれるので、はい、現実世界よりは全然いいですね。私は坊主もありましたから、現実世界では釣りが下手くそでね、好きなんだけどやっぱ釣りにハマってた人だったので、一緒にね、釣りに行ったりとかしたんですが、まあ親はね、海釣りがメインだったんですけど、私どっちかというと川釣りの方が好きでね。だけど、父が持ってる竿は全部海釣り用の竿だったので、来てるかなぁ。来てないなぁ、これはダメだ。今日はダメかもしれないなぁ、これ以上は。よっ、あ、やばい。根幹ぶつかっちゃった？あとあれだね、このゲームね、設定、オプション設定、セッティング、オプションのセッティングがね、毎回、ロードするとね、デフォルトに戻っちゃうんですよね。セーブされないんですよ、セッティングが。それがちょっと、直してもらいたいかな。直してもらいたいとこすごいいっぱいある。すごいいっぱいあるんだけど、現状の状態でもね、結構ね、ETs にしてはね、いい金払ってるんですよ、これ。それなりに、アーリーアクセスでも。来い！よし！よし、来た。よし、来た。よし。あー、ナマズね、売れないんですよ、あんまり。あんまりいいね、大きさのね、泥臭いからかな。この時、魚がビチビチ跳ねててくれたらいいんだけど、そうしたらすごい大変なんだろうな。このゲームだと。下手したら空飛んでっちゃうよ。フライングフィッシュになっちゃう。これビチって言ったら。とりあえずこれ置いて、ちょっと行こうか。海に行こうか。だかな、
反応がな、またこっち。一回下の方までグイッと入れて、あ、なんか反応する。よし。ほい、入った。で、ラジオも持ってと。ラジオないとね、寂しいから。ほい。カバンの中に入ったラジオがね、ちゃんとカバンの中に入った音がこもった音してくれるのいいですね。この自転車、ライトつかないんですよね。ついてるんだけど。夜になるとね、暗くて。もう山の向こうだからな、ちょうどな。ここ、トンネルとか欲しいな、道が欲しいな。アクセスが悪すぎる。まあそういうのでね、こういう風にわざとね、アクセス、わざと悪くさしてる部分もあるとは思うんですが、まあいかんせんアクセスが悪いのでね、ちょっと、ただでさえその釣り自体がちょっと、まあイライラする人はイライラすると思うんですけど、いや、すごいな、この自転車。垂直に登ってったぞ。いやー、いいね。童心に帰れるって本当に素晴らしいゲームだな。もう、何年自転車乗ってないかな。なんか自転車乗れるだけで楽しいよね。割と。実際の世界で自転車乗ってないからな。まあ、ロードバイクとかそういうね、かっちょいいバイクとかがね、最近ではチャリカスとか言われるそういうね、お高い自転車乗ったことないんだけど、全然なんか魚が落ちてないこれ。あ、売り損ねた魚が落ちてるよ。これと、これと、これと、これと。ああ、そう。ポテトチップス食べたんだけどね。ゴミがね。ちょっとありますね。ゴミは家にちょっと帰って捨ててこようかなと思います。ちょ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 。ピッピッ。よし。この辺ゴミ箱ねえのかな？こっちにもゴミ箱欲しいな。よいしょ。ほい。バッグ。一個しか持てないのかな。よし。なんか、すごく、あれだな。写真でも撮っとくかな。大量大量、大量大量。スクショ撮ろう、スクショ。えい。えい。やっぱこのゲーム、スクショが反応しないんだよな。おかしいな。反応するときは反応するんだけどな。なんでだ。あ、3ドルね。大きさ的にね、結構大きい魚だったんだけど、3ドルでしたね。これは6ドル。小さいんですけど、6ドルですね。これがよくわかりませんね。でかい魚なのに、高い。小さい魚なのに、あ、逆だ。大きい魚なのに、安い。2ドル？なぜ？じゃあこの魚見ようか、この魚。同じ種類のね、ナマズなんですが。あ、2ドル一緒。大きさが全然違うのにね、なぜか一緒ですね。ちょっとこの辺は、直してもらいたいですね。大きい体の魚は大きくなってほしいですね、値段が。4。あ、いい。すごい。もう100ドルも稼いじゃったよ、もう。すごい。昨日から多分、昨日の夜から置きっぱなしだったブルーギルとかも売っちゃったりしてね。いいぞ、いいぞ。合流できるじゃん、もう。ほい、ほい、3。
これなんだろうな、こっちにこう触れるんだけど、こっちはなんだろう、入れたことないけど、いいだろう、魚の名前が出てきてるってことは鯉、これ鯉でしょ、こっちは船かな、でも鯉イカかな、船かな、変えてみる？それとも差を変えちゃうよ、今のお金だと差は変わんないよね。テレスコピロット。何が違うのか分かんないんだよね。向こうの名前だからな。したのは竿のあれが太いってことは、おそらくこっちの方は違う、あれかな、こいつ利用かな、これはちっちゃいから伸びてくるやつかな、普通に釣れるやつかな、これ買っちゃおう、よし買って、リールいくらか、50はないな、一応買うだけ買ってみて、でまたもういいかな、影が。スモールロッドラージがあるってことか、じゃあ。そのうちラージが来るってことか、ビッグが来るのか、あとこ。よし。これでロッドが入れられるようになるんだ。2本も入る。シャドウが相変わらず、あぶん、このナイフ何に使うか分かんないけど、魚さばけるのかな、よし、チャリチャリーチャリチャリーリッリン、まあ、食い物とか買ってもよかったんだけど、まあ、それより先にあれだな、稼ぐための道具を買っておかないと、今はご飯は我慢だ。あれかな、これ。これね、一回ね、この自転車からのダイブで、壁突き抜けてしまったので、ちょっとね、帰りは怖いですね。
あガタガタ言う、ガタガタ言う、気持ち悪くなっちゃう。ショートカットしないとね、かなり時間かかっちゃうからね。もうちょっとやっぱアクセス、本当にアクセスよくしてほしい。もう夕方だ、何気に。ついでに、これ上もおしっこもね、知れるので、おしっこしちゃうな。だけで我慢、今のところは。わあ、なんだ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 、お前が原因か、何かしらの、何かしらの原因はお前か。よし、ほい、消えた。ああ、チカチカが、チカチカ、ああもう、これにしとけばね、あのシャドウが、影が出てこないので、まあ、ちょっとのっぴりしちゃいますが、まあ、バグが発生したらしょうがないですね。ゴミ箱に捨てて。捨てて。捨てたらなんか多分、あ、別になくなってるわけじゃないのか。溜まってたゴミどうなんだろう、最終的に。捨てれるようになりたいな。ゴミを捨てた、ゴミをまた捨てる作業がね、ゴミにはありますから。やっぱ影がないのはちょっと寂しいから、ベリーローからベリーローぐらいに変えてみる。影は出てこないでしょ。メディウムからかな、影が出てくるの。あー、チカチカしてるな。これダメだな。しょうがないな。ローに変えて。なんかこういう補正で、なんか雰囲気だけ出していけばいいかな。補正かけすぎちゃうとね、水面が黒く、ただの真っ黒になっちゃうんだよね。あ、浮きと浮きを買ってないから、まあでも一回ちょっと試してみるか。してみて、このロットは、ピュッ、お、なるほど。いいじゃない。いいじゃない。シュッ、シュッ、ああ、いいね、いいね。シュッ、シュッ、シュッ、シュッ。ちょっとこっちの方の、針を、でカットができるはず。カット針あるね、ここにね。よしよし、で、ちょうどよく出てきてくれたじゃん。ほい、くっつけられるかな。お、つけられないかな、これは。この感じだと。こいつにはつけられない感じかな。やっぱあれかな、リールが必要だな。うちでやったら短くするだけだな。あー、やっぱリールが必要だな。残念。
残念ですね。結局まだしばらくこれだな。よいしょ、ナイフ。これわざわざね、こう水の中に入れなくてもいいんですけど、まあ、本来ね、こうやって入れるもんですからね、まあ、腰に下げたりとかっていうこともするんですけど、よいしょ。このナイフがちょっとどういう風に使えるかちょっと試してみましょうかね。間違えた。はい。よいしょ。ちょっとせっかく買ったロットもどっか飛んでっちゃわないように。しっかりしまっとこう。いいでしょ、この辺に置いとけば。そう言ってね、なんかこう振った竿のね、針に引っかかって向こうに飛んでっちゃったと思う。投げちゃ、ほら危ないほら危ない。よいしょ。なきにしもあらずなんでね、このゲームはね。眩しいな。ブルームだったかな、これ切るか。この木の竿もね、折りたためるやつがあればいいんだけどね。折りたため、組み立てるタイプか。あればいいんだけどな。それではもうちょっとね、移動が多分楽になるんじゃないかなって思うけど。ただ移動する際に毎回その、なんだ、糸切って、フロート外して、針つけてっていうのもやるかもしれないね。うん。よくもうセットしたやつを釣り竿本体に引っ掛けて持ち歩くっていうのをね、よくやりましたよね。多分他の人、釣りやったことある人は経験してると思うんだけど、もしナイフがあるので、ナイフ何ができるんだろうな。もし魚をさばける。ちょっとバッグが邪魔だな。魚さばけるかな。それをやってみて、試してみて、できるかどうか試してみて、うん。チュッチュッチュッ。はい。このナイフは、特になんかするってわけでもないみたいです。チュッチュッチュッ。特になんかするわけでもないみたいですね。持って、こっちかな？っていうわけでもない。なるほど。なんか判定があるわけでもない。コーンが倒れちゃった。ということで、今回はこれにて終了したいと思います。よいしょ。ナイフは買っても意味がないことが分かりましたね。このナイフなんか意味ある。護身用かな。角度がつけられないし。こっちから持てばいいかな。
ュシ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 ュ、わーわー、何のためのナイフなんだこれ。うん、よし、何かを切るためにあるかもしれない。まあでも魚屋さんで、魚、まあ、釣り具屋さんで売ってるナイフだから多分釣りに使うナイフなんだと思うけど、なんだろうね、根掛かりしても普通にボタンで切れるしな。なんだろうな、ちょっと危ないな。あ、倒しちゃった。 F ボタンで持っとこうか。うん、おおお、ビク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 、ごめんね、怖かったね。よし、ということで、今回はねこれにて終了したいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。なんかいいとこないかな。うーん、座れたりとかするかな。よいしょ、なんか座ってる雰囲気を味わいつつ、うーん。